45分の1本勝負です。ゆっくりとした間合い、おっと、ベインバスター打ち返した、高速です、秋山純、そしてもう一発か、もう一発、2連発、カバーの体勢です、カウントは1つ、投げの打ち合い、秋山純がまず1点を制しました、ロープに詰めていく、ロープに振った、ドロップキック、川田が吹っ飛びます、ちょっと唾を吐きました、川田俊明、跳ね返しています。さあ、スタンディングポジション、ユートラコーナー集めていきます、胸元にチョップを浴びせていく、回転速くなる、しかしこれはエルボー一発ねじ伏せます、川田、そしてキック、顔面蹴りです、止め髪のあたり、そしてサッカーボールキック、声をかけました川田、秋山に身をもって全日本プロレスの激しさを教えます。また逆襟固め、うつ伏せになっています秋山純、リングの中央、いい位置です、川田俊明、さらに体をしならせます、今日は第4戦下になっている秋山純、これまで参戦して1勝2敗、アルペレス戦では猛虎原爆固めを見せました。第5戦はハンセン、第6戦はジョニー・スミス、第7戦はまだ決まっていません。しかし三沢光晴さん、五冠王の三沢さんと戦いたい、その強烈なアピール、猛虎原爆固めで初勝利を挙げております。ロープに来たのは川田、ピンキック、これであの三沢も反失神状態に追い込まれたことがあります。一つ一つ全日本プロレスの激しさを、痛さを秋山純の体に染み込ませていきます。川田俊明、ビヨンド締め上げます。仰向けに倒れている秋山純です。徐々に体勢を返していきます。しかし首四の字は解けません、表情が見えません、苦しげな表情、足はバタつかせています。青のショートタイツが秋山純、一方の黒のロングタイツ、そして黄色いブーツが川田俊明です。サッカーボールキック、そして武将髭が光ります、汗が光ります、そして左頭部12針を縫った傷跡が全日本プロレスの激しさを物語ります。ショルダースルー、サッカーボールキック、川田さんの蹴りは一発一発が非常にしびれるんです、そう語っていました秋山、今もきっと全身をその痛みが駆け抜けているでありましょう。今度はスコーピオンデスロック、ガソリ固めです、きっちりと腰を落としました。今日川田はこの秋山の技をいくらでも受けてやる、そう話しています。秋山はその川田に序盤戦トップギアで突っかかっていきましたが、今は劣勢を強いられています。ロープブレイクです、無造作に足を解き放ちました川田俊明、見下ろします、ちょっとため息をついて、そしてブレインバスターです。10分が経過しました、川田対秋山、秋山純試練の7番勝負、第4戦45分1本勝負、ロープに飛んだ川田、ダリアットです、片指に固める、さあ徐々に秋山純の体力が奪われていきます。一体秋山どこまで自分のレスリングが展開できているのか、場外に乗された、さあそして場外で先ほどのお返しか、川田俊明、まずは鉄柵、ゆっくりと歩いて秋山に近づいていきます。今度はマットのないところ、ボディスラム、腰を押さえています秋山、厳しい川田の洗礼を受けています。川田はもうすでにリング上、秋山を場外に捨ておきます。川田俊明、お疲れ様でした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 、お疲
黒い行動、黒いものが川田俊明、今エプロンサイド秋山純、体を滑り込ませました。赤コーナーサイドです。ボディスラム、サッカーボールキック2発、3発、4発、アンカー2、跳ね返します。跳ね返しました。川田の足が一発一発秋山の背中に食い込んでいきます。秋山に声援が寄せられている。大阪府立体育館、バックを取った。秋山もう一度投げるか、エルボーで防いでいる。そして起き上がりこぼしの設定です。バックを取った、投げるか、投げられない。ロープに飛んで巻き投げ、カウントは2つです。ヒロシンドロップ、さあ川田に攻撃を続けたい。秋山純です。赤コーナーのトップロープ登りました。そしてミサイルキック、対空時間高いところから落としていきました。カウントは2、返します川田。さあロープに詰めていったのはニュートラルコーナーは秋山、詰めていきました。前に出ていく体幹選手、さあ自らも突進、エルボーです。そしてノーザンライトスープレックス、カウントは2、観客もカウント2まで声を揃えました。さあなおもバックを取る、バックを取る、投げたい、投げたい、川田もそうはさせないか。全部の技を川田に、川田に伝えていきたい。あっと丸め込まれた。さあ秋山続けて攻めます。川田を、川田をロープに振るか、あっとスピンキック、ショートレンジから放ちました川田俊明。ここで体力を奪われたか秋山純。そして今度はおっと体を逆に浴びせました。上になっているのが秋山、カウンター2つです。キックから活路を見出した顔面蹴り、投げ倒します。いとも簡単に秋山をねじ伏せる川田俊明。リサード組んでの世界タッグ王者です。顔面蹴り、細かく蹴り上げました。秋山を見下ろすその眼差し、何を物語っているのか。ロープを背にしている、反動をつけてロリアット、カウントは2です。ここは返しました秋山。しかし依然として川田のペースに持ち込まれます。そしてパワーボムか、パワーボムか、持ち上がらない、耐えている、ラリアット、最後の仕上げに入るか川田俊明。秋山させるか、秋山よ、これがプロレスだ。カウントはアウト3、最後の最後はパワーボム、川田俊明、見事秋山純を葬り去りました。秋山純の記念の7番勝負第4戦、川田俊明、最後はパワーボムで勝負タイム14分37秒、秋山純を務めました。